冬の星座ならオリオン座に双子座、大犬座。夏の星座ならサソリ座、イテ座、白鳥座。そして一年中見えているカシオペア座や大熊、子熊座などは皆さんにもおなじみの星座ですが、空には一体どれくらいの数の星座があるか知っていますか？南半球でしか見えない星座を加えると、実は全天で88の星座が決められているんだそうです。これはそれまでいろいろな国で作られた星座を整理統合して1922年に定まったもので、これらの星座名で最も多いのが動物だそうです。ヤギ、羊、牛、クマ、ヤマネコ、ウサギ、ハト、サソリ、トカゲ、ヘビ、カラス、犬、まだまだいます。でもなぜかこの中にヤマネコはいても普通の猫が入っていないんです。実は88星座を決めるときに、猫好きで有名なフランスのラランドという天文学者は、私も天文学にだいぶ貢献したのだから、なんとか猫座を作ってもらいたいと主張したんですが、なぜか認めてもらえなかったそうです。猫座と同様に、やはり88星座に入れてもらえなかった幻の星座の一つに、そうです、あのトナカイ座というのがあったんです。18世紀半ばに北極圏へ測地観測のため遠征したことを記念して命名された星座で、現在のケフェウス座の一部、分かりやすく言えばカシオペアと北極星の間ぐらいのところにあるんです。フラムスチュードという人が作った当時の星図を見ると、ちゃんとこのトナカイさんが載っているんです。いつか僕らの手でこのトナカイ座を復活させてみましょう。トナカイ座、輝け。
sing.